いらない。何しに来たって帰ってきたんじゃん。何言ってんの。イエイ。あの、別れたんだよね。なんで。開けてくんない。ねえ、割れるから。本当に何なのその態度。はい、では本日の高橋良樹のシネマ館配信も、素晴らしい映画監督とお話をさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、メタメタを監督しました、鈴木浩介です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰です。そうと言いながら監督と会ったのは2回ぐらいですね、ほんまはね。そうですね、2回ぐらい。なんか親しく喋らせていただいてますけど、実際のお友達なんか2回ぐらいで。そうですね。それでこういう話いただきまして、ありがとうございます。あ、はい、こちらこそありがとうございます。なんかこう何年かに1回こう頑張っておられるのに、こう接してるなっていう感じでね。そうですね、地道に、まあ、その監督以外でも、まあ、役者とかスタッフとかもやっているので、うん、それが、はい、いろいろとこう、まあ、元町映画館さんとのご縁をつないでもらったりとかみたいなこともあってっていう感じですね。はい、で、まあね、神戸出身ということなんで、ね、私も神戸出身だから、ね、まあ、その辺ではね、なんか応援したいというか、ええやんと思いながらいつも接しては。そうですね。前作はあのですね、あの元町映画館、はい、今日映画館行かないでしたっけ、の中の一本でしたっけ。今日映画館、ね、はい。あれを拝見させてもらってお会いしたんですけどね、今回は、はい、長編として初めての監督作品、ね。そうですね、長編劇場デビュー、そう、初めてですね、はい。はい。ということですけども、簡単にあらすじの方をお願いいたします。はい、あらすじは、スランプ中の作家、がまあ、小説の連打を探してこう街をさまよい歩いているっていう、はい、で、まあ、街では、まあ、突然の母の再婚に戸惑う娘であったりとか、うん、まあ、子供ができず悩んでいる夫婦ってたちがいて、でその作家の生活っていうのは、うん、まあ、元カノが戻ってきたりとか、まあ、慌ただしいこう生活になるんですけれども、まあ、一見このバラバラの物語っていうものがなんかあることによってこうつながっていくっていうお話です。うん、なるほどね。はい。これ、メタメタは意味的には何なんですかね、はい、この。うん、まあ、メタ構造っていうことと、はい、あの、めちゃくちゃっていうふうなことが重なっているっていうことなんですよね。なるほど、なるほど。そういう、はい、そういう意味なんですね。はい。まあ、でも、まあ、でもめちゃくちゃではなかったですよね。全然ね、話はちゃう。そうね、まあ、めちゃくちゃ、なんか、まあ、めちゃくちゃなところもあるけれども、うんうん、めちゃくちゃになりきってもないところかなっていう、そうですね。そうですね。だから大きくはね、三本柱みたいなね、展開があって、はい。はい、あの一見か、オムニバスでもいいかなっていう感じの感覚もあったんですけども、うんうんうん、まあ、それが、はい、あの、オムニバスじゃなくて、うん、それにしたっていうのはね、それは見ていただくと、まあ意味が最終的には分かるんですけどね。そうですね、はい。うん、だから我々、はじめ、うん、そのプレスの人、あの資料とか見たら、それぐらいしか書いてなかったんで、あ、どういう点、うん、どういう展開になるんかなっていう感じがして、でもその3つの、まあ、うん、大きくは3つなんですけど、そのエピソードが割合、うん、か交互には表現されてるんですけど、割ちょっと分かりやすいですね。たまにこの、うん、あの、こういう話になってくると、今これは何を、うん、どの部分なんていうのが分からなくなるんですけど、はい、この作品に関しては割合一つ一つが、うん、こう見てる方としてはね、なんか状況が分かる。うん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 。そうですね。一つ一つの話自体はそんなに難しくはないんですけれども、はい、ただその、うん、こう、まあ、構造とか構成がちょっとこう、うん、
まあ、複雑というか、こう、からなっていうふうなところで、ですかね。はい。そうですね。なんか、でも、まあ、共通して全部、その3つのエピソードには、恋愛というか、愛というか、まあ、そういそうで。う、いろんな愛が詰まってるますね。そうですね。まあ、男女の愛であったりとか、家族の愛であったりとか、そうですね、ね。夫婦の愛であったりとかね。だから、奥底のテーマは愛なんやと思いながら。そうですね。そんなにご利用しじゃないんですけど、こう、見てる感覚で、あ、なんか、こういう愛もあるよなっていう。ね、ちょっとなんか、少し重たいテーマというか、ちょっと暗いようなイメージもあるんやけど、なんかそこは全部あっさりしてましたね。そうですね。なんかこう、最終的になんかそこの共通点っていうものは、あるとは思うんですけど、最初からそこの共通点を意識して作ったっていうよりかは、気がついたらそういう共通性があったなっていうふうな感じで、どっちかっていうと、こう、もともとはこの映画の始まりっていうのは、脚本、シナリオが先にあったっていうよりも、役者さんとかとの出会いが先にあったので、こういう人と出会って、じゃあこういう話とか、こういう設定とかっていうものを考えていこうっていうふうな感じ。で、その中でその各パートができていって、で、その撮影っていうふうな形を撮影していたので、なんかこう、自然発生的にできた、まあ、共通点だったりするかなと思いますね。ちょっとウッディ・アレンの映画を気に、あの、ちょっと気にしたっていうのが、プレスには書いてましたけども。そうですね。まあ、その宣伝の方が、こう、もう、やれるの要素もあるじゃない。まあ、自分たちはあんまり考えてはなかったんですけど、客観的に見たときには、ウッディ・アレン的な要素も、まあ、この確かに、映画の中にあるなっていうふうには思って、ちょっと、拝借したっていう感じですね。だからこう映像的には邦画ですけど、このユーモアさがなんかフランス映画っぽい。ね。アメリカではない、イギリスではないっていう。ね。やっぱりそういう、こう会話が、フランスっぽいかなっていう感じですかそうね。ですね。結構その会話劇も、結構あるので、そういう意味では、なんかこう、エリック・ロメール作品とかで出てくるような、なんかまあ、議論とかじゃないですけれども、ある種の会話劇みたいな要素もこの映画の中にあるなっていう。でも、もともとは僕たちの中では、まあ、本産出的な要素も、なんか、自分たちの中ではこう、考えたりっていうのはありましたね。なるほどね、なるほどね。で、どうですか、今までね、出たりとか、出演されたりとか、短編が多かって、で、今回、これは自分が出ずに、もう監督だけでいこうというのは、なんか、その思いは。基本的に自分が作品作るときは、出ないし、そうなんですね。出たくないんですよね、僕は。で、自分自身では役者がいい、自分の役者は魅力的ではあんま思ってないのああ、そうで、ですね。いどっちかっていうと融通の利かない役者だなと思ってるので、その監督目線での自分っていうのは。なので、まあ、今回も自然とこうで、出るっていうことはないんですけれなるどほども。ね。出られてもいいのになと思いながら考えてましたけど、でもまあ、出たとしたらどの役なんやろとかね。だからでも、あんまりないかなっていうね。難そうなしんいです。ですよ。やっぱその監督と出演のものを、同時にやるというか、なんか、すごいこう、多分自分のお芝居、にすごい気がいっちゃって、なんかこう、他の全体要素をちゃんと見れなくなっていっなるほちゃどね。うようにするんですよね。なんか、ここの自分のこの芝居なんかすごい嫌だなとか、なんか、また癖でやっちゃってるなとか、なんかすごいそういうのわかるので、なんかそればっかり気になると、作品がもう進んでいかない ような気がしていて、なので、基本はまあなんかちょっとどうしてもそのなんか、ね、
のあれで自分が出るとかっていうのも今までにあるんですけど、基本はやっぱり出たいとは思ってないです。なるほどね。だこれからあれですね、監督業の方が忙しくなるような。そうですね、監督業の方が忙しくなっていけたらいいなと思ってます ね。なるほどね。まあ、出るもね、あるでしょうけど、やっぱり、こう、いっぱい作ると、作る方が面白い時ってあるでしょうね。まあ、そういですろんなね。監督さんいますけどね。役者は役者の面白さがあるいはするんですけれども、なんか僕の場合はその、こう、ご縁がつながって役者をやっていったっていう感じなので、やっぱり映画を作る方が、まあ、比較できるものではないですけど、やっぱり自分で自主的にやるのはこう作っていくっていうことですね。なるほどね、なるほどね、そうね。もう、まあ、私はね、その3つとものエピソードがすごく、全部うなずきながら拝見して、全部、不釣り合いな、ね、内容じゃなかったんでね、すべてがこう、納得できる、あれでしたね。ちょっと夫婦のは、ちょっと状況が違うので、まあ、おのおのね、違うでしょうし、まあ、家族描いたのは、割こういうのはあるのかなって思いながら見ましたしね。元カノとの展開もまあ、あるやろなと思いながらね。そうですね。なんかこう、まあ、東京で上映とかをしていて、なんかその、まあ、こう作家のパートのところは、まあ、三角関係の状況が起きてみたいな感じで、その、人によっては、やっぱああいうことって起こんないよね、みたいな、なかなか起きないシチュエーションだよね、みたいなことを言ったりとか、で、またある人とかは、いや、なんか本当私ああいう経験したことあるんですよね、みたいなことを言われたりとか、だからそこら辺がこう、結構こう、日常に近い面と、なんかちょっとある非日常性との、その、なんていうんですかね、こう、両面がこう、見る人によって、こう、ないよねって思うことと、いや、すごく起こりうるなっていうふうに、なんかすごい実感が湧く人とっていうのが、なんか割と二分されてるなっていうふうな印象ですね、感想としては。でもこう登場人物はみんなもうピュアな人ですよね。なんか今そうで回す。そういう、今ね、初めて聞き言われましたね。そうですか。なんかこう結局ハードウォーミングなんですよね。なんかね。ほんでピュアやから、誰一人こう嫌な人が出てこないんで、この作品に。ああ、そう、なんかでも結構逆の人もやっぱいますね。なんかそうですごか。い、で、最初はすごいみんな嫌な人だったっていう。けどなんか見ていくうちに、なんかこうちょっと印象変わっていくって言われる方もいらっしゃいますそうね。ですね。なんかまあ、いろんなパターンを見てきてるんで、なんかこれぐらいの、そのね、このエピソードが、そんな向きになってっていう感じになかったんで、もう意外と皆さん普通で、どっちかとピュアやから、こういう、そういう会話にもなるし、展開なんだなと思いながら見てましたね。そんなにね、ドロドロしてないし、そうですね。で最後に、じゃんじゃんっていう感じで。でも、最後これ、この余韻が残りますね、非常にね。ああ、そうですバーッとね。こう、ちょっと観客任せっていうか、なんかそういうところがあって、我々、余韻がですね、私の中ではクエクションがいっぱい出てきて、まんまちょっと続きみたいなっていうのはあるけど、でもまあ、みんな人生それぞれやなっていうので、なんか、自分自身は肩をつけましたけどね。そっからどうなったのっていうのは、なんか覗き趣味になるから なんかこれがもう自然に余韻が残るけど、このなんかこう綺麗にフェードアウト、見終わった後でしていくっていう、本当、じゃんじゃんっていう映画でしたね。そうですね。なんか僕自体もなんかその映画をこう見るとか好きな作品っていうものも、なんか全部を語り尽くされるよりかは、やっぱりその、ここに余白とか、なんかある種のその、この映画の中での完結性はあるんですけど、でもその後の余白とか、何かの広がりとか、その、っていうものがある映画の方がやっぱ僕は好きで、
そういうところがこう、まあ、自然と作品にも反映されたりとかしているのかなというふうには思いますね。我々、うん、ね、なんか出られてた作品が我々パンチのある、ね、映画が多かったからね、あの演者の方としては我々パンチのある作品にずっと私が知ってる範囲ではなんかパンチの、ね、そうですね、出映画やって、そのイメージだから、それはやっぱり演者だって監督がちゃうから、監督がゴッてバンバン来るかなと思ったら、うん、あれハードウォーミングやなっていう感じ、うん、そうですね、うん、その辺はやっぱり、うんね、新しい、ね、監督像かなと思いながら拝見、うん、あの出ておられるあれ、秀幸さんはこの方はだから出られながらプロデューサーなんですかね、うん、あ、そうですね、この企画自体の立ち上げを主演、うん、はい、の新井君と一緒に立ち上げて、うん、で、はい、一緒にこう映画を作っていきながら、その役者さんが決まってからのその設定とか状況とかっていうのを新井さんがいろいろ考えてくれてっていうふうなことだったりとかするので、うん、ね、あと存じ上げてる方で柳谷さんもね、うん、出てはって、ああ、そうです ね、 ね、なんかこの人も我々元町映画館に関係ある映画によくあ、そうです ね、 ね、真っ裸とかで、ね、安楽さんとかね、あの辺のね、あれやし、そうですね、あのね、私がね、よくね、あの、うん、今回メインじゃないですけど、よく見るのが石田健太さん、うん、あ、そうなんですか、この人のなんか作品も割合多いですよね、今回こうメインではないですが、出てはるわと思いながら見て、はい、こう見た時に、うん、名前を見た時に知ってるっていう感じでは拝見させてもらいます、うんうん、はい、でもまあ皆さん出演者の方もね、そんなにこう力まれない演技だったから、うん、ね、うん、そうですね、うん、なんかそのと、うん、設定とか状況は、はい、その撮影する段階で決めていたんですけれども、はい、ただその細かいセリフを一言一句こう書いて現場に挑んだかって、そういうわけではなくて、はい、その状況とかシチュエーションを役者さんにこう理解してもらって、そこでこう演じてもらうっていう風な感じだったので、はい、なんかそのセリフとか言葉っていうのはその役者さんの口から出たとか、うん、そこで感じたものを喋ってもらうっていうようなスタイルで撮影したので、そこら辺はこう、あんまりこう、無理がないというか、無理やりこのセリフを言わせたみたいなところはほとんどない、うん、やったっていうところが、そう感じてもらえたかなと思いますね。だからまあまあ内容もこう、ごく自然な内容やし、やっぱり演技もね、うん、自然な演技、そしてまあセリフ回しも、そんなセリフを言ってるっていうよりもね、やっぱ普段の、うん、生活の中に出てくるような、ね、そうですね、日常の会話の延長線上っていう感じですね、そうですね、分かりました、はい、まあ、まずはそういうことでね、元町映画館からっていうことなんですけどね、そうですね、はい、ね、その後ね、京阪神、そしてやっぱり東京にも持って帰ってほしいですねそうです ね、 ね、なんか今回こう神戸初みたいな感じのね公開、まあ、それはもともとずっと元町映画館とね、監督と縁があるんで、そこからでしょうけども、うん、はい、では最後になりますけども、皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、あ、はい、1月20日から、元町映画館のエリートショーで1週間するメタメタっていう映画を、はい、皆さんに見ていただきたいと思ってます。で、まあ、このメタメタっていう映画は、まあ、その作り方とかも、やっぱりその従来の作り方とはまた違った形で作っています。で、それはこう、なんか決められた企画とか脚本があって、それに向かって撮影していくっていうよりかは、撮影現場の中で、その役者さんとスタッフと、まあ、考えていきながら撮影をして、で、それを編集をして、またさらにこう映画をこう練り直していくっていう風な感じで作っている映画なので、また、こう、うん、この作品にしかないこう映画体験っていうものができると思ってますので、ぜひ劇場で見ていただけたらなと思ってます。はい。また1月にね、はい、ふさわしい。年明けにふさわしい作品かなと思いますんでね、はい、ぜひとも劇場の方で見ていただきまして、はい、監督ずっと上映中はいはるみたいなんで、そうですね、上映中はあるので、はい、皆さんお声をかけていただきたいと思います、はい、はい、ます、はい、国民の皆さん、関西の皆さん、まず応援よろしくお願いします、よろしく、はい、本日は忙しい時間の中どうもありがとうございました、ありがとうございました。